データに基づいてお話をしていきたいなと言ってることがですね、おかしいんだよって話をしていき、皆さんが2度3度騙されないための注意喚起だということなんですね。3兆円の資金を持ってるって言うんですね。3兆円の資金ですよ皆さん、2年間 200% は保証するとかカルロスが言ってて、バカなのって、バカな人を騙すためにまたバカなこと言って、はい、皆さんこんばんは、柿内でございます。マイニングエクスプレスが飛んだっていう話でですね、まあいろんなご意見をいただける方もありますし、マイニングエクスプレスのリーダー、そしてですねオーナーのカルロスですか、こういう方から発言があってますんで、最新のじゃあ、これからマイニングエクスプレスどうなっていくんだろう、そしてマイニングエクスプレスで騙されている人たちがまたさらに2度3度騙されている危険性があるので、ここで皆さんに注意喚起をしていきたいなと、このように考えて動画を撮っています。まずですね、ME がマイニングエクスプレスがですね、復活したらどうなるんだ、なわけない、だから詐欺だって、復活とかどうのこうのじゃなくて、この復活したらどうなるんだとか俺が言ってることが、事実と違う方、事実っていうのはまずね犯罪なんだということなんですよ。金商法でね、その許可を得てる企業ですね、認可を受けてる企業、人でないとお金を集めること、投資を言うことさえ集めることができないんだって話なんですよ。そしてネットワークニュースである以上ですね、特商法、特定商取引に関する法律っていうのがあって、特定負担、特定利益があるビジネスは、これは身分の提示、目的の提示、そして説明の場所、時間、そして説明の仕方、全部あって全てに法律が違反なんだよって話をまず大前提にしてるわけですよ。だからそれについて、マイニングエクスプレスが復活したらどうなんですかと、関係ないじゃん、いや法律違反だよねってまずは話をしてて、もう一つ止まったよねっていうことなんですよね。止まってるこれも事実、僕が言ってる話も事実、ここから皆さん考えないといけないので、皆さん注意しないといけない、これはですね一時的なものだと。で、まあカルロスっていうオーナーが言ってるんですよね。なんと任してたウクライナで、人件費も安いし、非常に電気代も安いからウクライナだったらすごいんだと。そして AI 人工知能のみんな言うんです、もう難しい言葉ね、アービトラージがどのこうのって、これ差額ですよね、差が生まれる、歪みが生まれるので、それで取引して利益を出すと言ってるところだとか、 AI なんだとみんな同じようなこと言うんですけれども、まあなんせ特殊な技術があってですね、うちだけはすごいんだ、だから 200% の配当ができるんだって言ってきたわけです。で、我々はずっとこれはポンジスキームで、そんなことはありえないんだって話をずっとしてきたんですよね。で、ありえないっていうのをね、今日はですねデータに基づいてお話をしていきたいなと言ってることがですね、おかしいんだよって話をしていき、皆さんが2度3度騙されないための注意喚起だということなんですね。法律違反だっていう話がまず1点ですね。そして、まあ、カルロスが言ってるリーダーの、マイニングエクスプレスのリーダーが言ってることが非常におかしいんだよっていう話をねさせていただきたいんですね。で、カルロスっていうオーナーはですね、ウクライナっていうところでマイニングをやっててですね、ウクライナの責任者に、まあ月収で3000万以上ですか上げてたのに、なんか猫ババしたんだよとかね、そういう話をしてるわけなんですよね。だからすごい大金の給料払ってるのに猫ババしたんだとかって、これ原因他人主義じゃないです、そんなことって起こりますかね普通に。じゃあ本当にダメな人が、でカルロスっていうオーナーは D9 っていう巨額詐欺事件の、リーダー首謀者の一人だったわけなんですよね。だから前科があるっていうことなんです。前にもやらかしてる人たちが今度はマイニングエクスプレスっていうのをやってると。そしてカルロスは今回問題が起こったと、それウクライナで問題が起こったのはお金、データもとか持っていったとか、データがクローズされてるって、ノットファウンドになってる404が出てると思うんですね。エラー404って言ってもデータがありませんよって話がマイニングエクスプレスのサイトにアクセスしたら出てると思うんですけど、これは削除されてるっていうことで、その削除されてるんだ、もう一回復活ってじゃあどうするんですかね、まあ、そもそも、まあ、マイニングやってなかったと僕は思ってるんですけど、ここについては分かりません。ただカルロスっていうオーナーが、いやいや猫ババしたんだよとかですね、でも大丈夫って絶対復活するから裁判
するから、いや裁判ってすっげえ長いことかかるよ普通に。だから裁判で私たち争うんだ、だから心配しないで。何が心配しないでなのかさっぱりわからない。入ってくるお金がなかったらポンジだからやめちゃうし、皆さんの収入形態ねバイナリーになってると思いますけれども、ネットワークの仕組みだっていやそれ収入ないよねって話で、これからどうするの、裁判長いけどって話なんですね。だから言ってることがそもそも大丈夫、何が大丈夫なのか全く根拠がわからない。すぐに復活する、いやいやデータないんでしょ、持ち逃げしてるんでしょ、そしてですね、持ち逃げしてるデータがないだけではなくって裁判するって言ってるんでしょ、これが復活するって言ってる意味が全くわからないんですね。はい、そんなことが起こってるんで、もう一つはですね、大丈夫ってリーダーがですね、3兆円の資金を持ってるって言うんですね。3兆円の資金ですよ、皆さん。すごくないですか？じゃあ3兆円ってどれぐらいの規模かって言いますとね、皆さんご存知のソフトバンクの孫正義さんの個人資産がですね、237億、米国ドルですね、US ドルですね。柳井さん、ユニクロの創業者でございますから、293億 US ドルですね。宇宙へ行った有名な ZOZO タウン創業者、売却されましたけども、ヤフーにですね、ヤフー今は LINE も統括して、なんだっけ、何グループになったんだ、 Z グループだ、 Z グループかな、はい、買収、しましたけど、売却しましたけど、前澤さんですね、20億 US ドルなんです。だからカルロスが資産こんだけあるから大丈夫っていうのもね、3兆円ですよね。孫さんとか柳井さんと世界的な大富豪よりすごいと、前澤さんの10倍以上すごいんだよって話を、D9 で詐欺ってた人がそんだけの資産家だって、まあ彼らリーダーの言い分はあるわけなんですよね。はい、そしてですね、その3兆円って規模がどれぐらいかって言いますとね、例えばですね、大阪万博って開かれるじゃないですか、あそこの予算が1850億円ぐらいですね。ということは大阪万博がどれぐらい？ 15 回ぐらいできるってこと？15回ぐらいできる、とんでもない金額のお金持ってるんだったら、例えばジュビリーエースっていう会社が資金集めて騙したお金が650億ってね、玉井氏が逮捕された時に650億円の資金を数年間で集めたんだよって話がありますから、じゃあマイニングエクスプレス結構長いことね詐欺ってたので、まあそれより1000億円あったとして、3兆円から1000億、じゃあカルロスがすぐ払って、はいこの話はもうなしねって、3兆円あるんでしょ、そのうち1000億でしょ、いいんじゃないですか。じゃあそれが3000億円あったって、3兆円の10分の1の3000億日本の、皆さんですね、騙された人たちもお金返したらいいんじゃないでしょうかね。でなんかそういったカジノパークみたいなの作るとか、なんかいろいろビジョンを語ってたみたいなんですけど、それも全部持ち逃げされたんだ、全部人のせいにしてるんですけれども、でもう一つですね、ウクライナの国家予算がですね、確か17兆円ぐらいでしょうかね、 GDP で言ったら。じゃあウクライナのですね、5分の1とか6分の1のですね、資金力があるカルロスというオーナーがいて、皆さんから詐欺ったお金がいくらか分かりませんけれども、それにですね何の保証もしなくて大丈夫、裁判で取り返すから、いやそうすると皆さんのお金を返してるんじゃないですか。 200% は、2年間 200% は保証するとかカルロスが言ってて、リーダーたちも大丈夫とか言ってるんですね。はい、どうですか。それで今の話を聞いて、いかに言ってる話が馬鹿げているかとか、世界的に見ておかしいことなのかっていうのを僕はね皆さんが感じてほしいなと思うんですね。そしてですね、皆さんそんな馬鹿げたことで復活って裁判になったらどうなんのって、いつになるのって話で、そもそも3兆円ねキャッシュで持ってるとか資産があるって言うんだったら、資産がねキャッシュだったらすぐ動かせるわけですし、キャッシュじゃないんだったら資産をしっかりやって1000億2000億ね、そんなにまあジュビリーエースで650億ですから、まあ全然できるんじゃないですかね。そんだけ大富豪だったらね、大体1000億とかあったらもうそのね、投資だけでもすごいことになって、普通に考えてください。3兆円の、資産がある人が、皆さんからお金集めません、でこれマイニングで皆さん投資するんだよって言って3兆円あるんですよ。なんでみんなからお金集めてみんなに 200% 配当しなきゃいけないんですか。大体マイニングでそんだけできるかっていうのをね、でマイニングについても皆さんぜひ勉強してほしいんですけれども、まあまあ今500、万を切るぐらいでビットコインなんかもこう推移してる、まあまあすごい
ドーンといった、あの年末からドーンと下がったっていうのはあると思うんですけどね、これ電気代が割り合わなくなってくるんですよね、電気代が。だからこう本当ビットコインがですね、上がっていかないと、暗号資産は上がっていかないと難しいんだって。僕はね、それでも上がる可能性ってまだ暗号資産あるのかなとかね、すごい思ってるんですけど、ひろゆきさんなんかは、いや暗号資産電気代でショートするよねって、だからあの実質的これは代替貨幣になることはないよねとかね、そういう方言ってる方もいますんで、ぜひ言ってください。そしてこのマイニングエクスプレスについては、まあ2ちゃん創業者の今言ったひろゆきさんも、そして青汁王子とか他の方々もですね、いやいやもう詐欺でしょって聞いた瞬間ポンジでしょ、詐欺でしょっていう話をしてるので、僕だけじゃないので、もっとですね日本で実績のあるね、それこそ大富豪の人たちですね、そういう人たちが言ってるので、それも確認していただきたいなと思います。さあ整理をしますとですね、まあもともとあの金商法違反で法律違反、特商法違反、法律違反だから、ME がマイニングエクスプレスが復活とかそんな話は全く関係ない話で、復活したらどうしますかっていう、こんなね、書き込みとかアンチがまた書きてくれ、バカなのって、あんたバカなの、そんな話をしてるんじゃなくて、そもそも法律違反でそれできないんですよって話ですよ。でできたとして、まあ、できないんだけど、それで、まあ、彼らが言ってることはですね、でマイニングのマシーンも実際のマシーンと、プレゼンテーターがですね、皆さんリーダーが言ってた説明とは、あのマイニングマシンは違います。そしてマイニングマシンがこんだけすごいんだって言って、いやマイニングマシンの会社がすごかったとしても会社がすごいことにはならないので、これもですね論点がすり替わってるんで、皆さんね僕のセミナー、こうやってレクチャーを聞いていらっしゃる方はですねよくわかると思いますけど、論点すり替えですよって、何もすごいことになってないですよねっていう話ですね。でウクライナの国家予算に対してですね、カルロスの個人資産はですね、なんと5分の1、6分の1ぐらいがあるというでですね、でここでやったら皆さんにですね、ね 200% 2年間で払いますって約束、これおかしくないですかって話なんですね。そんだけ本当に資産がある人がなんでそんなことしなきゃいけないんだろうと。そしてそんだけ資産のある人間がですね、優秀なスタッフを雇わなきゃいけないのに、なんか任してたやつが持ち逃げしたんだよということで、いろんなお金、まあいろんな投資でビジョンがあって、それに投資しているお金も全部、持ち逃げされたんだよと。そしたらですね、そこ裁判で取り返すから大丈夫みたいな話、いやいや何年かかるんですかね裁判なんて、普通に考えましょうねって言って、いやあんたそんだけ金持ってるのともう一回投資してドーンってやるなり、いやもう一回皆さんにねお金をそっさと返したら、約束の 200% を返したら丸く収まるし、国際手配だとかいろんなことにならずに済みますよね。ちなみにビットクラブなんていうのは国際手配でですね、逮捕者がものすごいたくさん出たんですね。これまた、僕ビットクラブのこと全部覚えてませんが、あのぜひやってみてください。そのビットクラブでたくさんお金集めた玉井氏がですね、このジュビリーエースっていうのをやって650億集めたということで逮捕されます。はい、そういうことでですね、まあいろんな人に言われるのはありますけど、そもそも論でおかしいんですよってデータに基づいた話、大阪府の万博の予算が1850億円であると、孫さんや柳井さんの、そして前澤さんのですね、ZOZO タウン創業者の個人資産の話もして、言ってることはデタラメで大丈夫って言ってる意味もわからない。ここまでわかりましたでしょうか。じゃあ今後何が起こるかということで、二重三重にですね、被害に遭わないためのことを言います。じゃあ過去のデータがありますんで、これビットクラブが、はい、止まりました、飛んだ。そこから今度ジュビリーエースって、ジュビリーエース飛んだ、ね、飛ぶやばいぞっていう時にですね、ジェンコっていうのをスタートして、ジェンコ、そしてですね、次には GTR、同じ人たちに向かって、いや、次は大丈夫、次は大丈夫。いやいや、僕らも騙されたんです、あの時は。もうこういうのが起こしてました。ね、僕らも騙されてたんですよ。だから次こそは大丈夫な案件で、今回は AI が優れて、いや、今回はウクライナ、いやね、ウクライナだってもう知ってる人は知ってると思いますけど、ロシアがですね、軍隊ですね、20% ぐらいの軍隊をウクライナにね、集結させて、非常にですね、緊迫した状況にあるんですよね。そのウクライナにあったということなんです。で、もう一つカルロスがですね、じゃあウクライナに行こうが、行ったら逮捕されるかもわからない。なんで逮捕されるのかまずわからないんですけれども、まあもう国と結託してどうのこうのって話だから逮捕されるって言ってるのかどうかわからないんですけど、そんな状況の中でそんな爆弾の投資を果たしてしてたのかなとかね、言ってることが、もうなんて言うんですかね、言ってることがその、
ツッコミどころ満載って言いましょうかね。これなんでこんなことを言ってバカなのって、バカな人を騙すためにまたバカなことを言って、嘘つきはね、嘘を、一つつくと嘘を、隠すための嘘、嘘を隠す、これもう全然つじつま合わなくなっていくんですけれども、まさにそんな感じがマイニングエクスプレスではないかなと思います。そしてマイニングエクスプレスですね、今言ったように、まあ、過去のジュビリエースとか言うと、そこがダメだったらまた同じ人からまたお金、またお金、あとまたお金、これを繰り返しています。これがですね、暗号資産のですね、そういった投資詐欺でですね、ものすごいこの長い間ですね、ずっと次こそは次こそはずっと、そしてヤフーニュースを賑わかすというね、詐欺罪は非常に重いので皆さん気をつけてください。でも前田マイニングエクスプレスの、リーダーとか逮捕もされてない、何もさ、よくあるんですよ。じゃあなんで逮捕されないんですか。あの警察っていうのは内定が入ります。すごい内定で証拠、起訴ができるね、しっかりとした証拠が集まってから逮捕に踏み切ります。で逮捕に踏み切ったらですね、ある一定の期間、決められた期間以内に起訴します。日本では起訴したら有罪率っていうのはほぼ 100% なんで、起訴までいったらほぼ有罪と、こう言われてるのが日本の司法でございますね。だから日本の司法で非常にあの、まあ、日本の警察も優秀でして、まあ、逮捕率は非常にですね、この20年間すごい下がってはきているんですけど、まあ、このですね、あの数年間、この特にですね、この 1,2 年を見たらですね、すごいですね、警察日本の、暗号資産なんか野放し状態から軒並み数ヶ月に一遍こうやってですね、賑わしてる。そしてヤフーニュースで逮捕とかね、はい実刑とか言われるのはなった。つまりそんだけですね、警察にもノウハウが溜まってですね、そこを逮捕起訴する、ハウトゥーができてるんじゃないでしょうか。今すぐ逮捕っていうのはもちろんなるわけないと思ってます。でも警察の内定が入ったりして、逮捕される人が出ることを僕は祈ってます。この辺については警察とのことなんで、悪いことしたら全員が捕まるわけではなく、捕まらない人もいるのも事実です。でもその将来に怯えながらですね、犯罪に手を染めてですね、喜ばれたお金じゃなくてダムクラかして、非常にあの悲しんでる人、苦しんでる人のお金で一部が儲かってるっていうのは、さていかがなものなんでしょう。僕はですね、お金っていうのは感情を背負ってやってくるって僕他の動画でも言ってますので、感情を背負ってやってきます。苦しんだ感情を背負ったお金を得てしまうと、自分も苦しみながらお金を吐き出す。結局そこではですね、いくらお金があっても幸せになれないと僕はこういうふうに思うんですね。でお金は手段でしかないと、結局目的は別にあるわけです、ね、マイニングエクスプレスだって手段でしかない、目的はそうじゃなかったはずなんですね。手段と目的が混同してごっちゃになってくる人いるんですけれども、手段と目的は違います。皆さん何らかの目的があって手段としてマイニングエクスプレスをしたんだと、でこういう実態が分かりました、実際ですね、金商法どうなんだ、特商法どうなんだということですね、そして言ってる話大丈夫だって、その根拠はどうなんだ、ぜひねしっかりとですね抑えていってほしいと思います。でカルロスが3兆円ある D9 で詐欺ってた人がですね、3兆円あるって言ってます。3兆円っていう金額は、孫さんや柳井さん、そしてゾゾタウンの前澤さんの話もさせていただきました。そして他にもですね、大阪万博の予算ですね、1850億って話もしました。そんだけのお金を持ってるのに、皆さんね、ジュビリエースで650億を詐欺で集めたということで逮捕が起こってるわけなんですが、いくらか知りませんけど、3兆円からはみんなに 200% 返してちゃんちゃん終わりでいいのではないでしょうか。でもそれができないということは、その話も苦し紛れのなんだかなという形で、やはりポンジだったのって言って、実際カルロスはそんなにすごい人なのってね、詐欺ったお金で3兆円昔あったんだって話になるわけじゃないですか。もしくはそれを運用して3兆円あったんだって、果たしてそんな人がなんで皆さんからお金を集めなければいけないんでしょうか。普通に考えたらこれはね、おかしい案件だということはわかるはずですし、リーダーの方は皆さん大丈夫大丈夫大丈夫っていう大丈夫の根拠が全くわかりません。そしてね、あの次に、まあ、ジュリエースの時だったら第2弾でですね、ジェンコが始まり、GTR 全部詐欺だったよねって。そしたらまあこんな時に泣き面に鉢って言葉ありますけれども、2度、3度、4度、5度ずっと騙されている人がいると思います。もうそろそろですね、しっかりとですね、自分の身の程を知って身の丈を分かりですね、コツコツ働く、コツコツ、まあ投資でもいいと思うんですけど、コツコツ、ね、自分がスキルアップするように、しかも
財産を一攫千金ではなくってコツ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 、世界的なトレーダーだとか世界的な投資家ですね、バフェットとかね、ジョージ・ソロスだとかいろんな方もいますから、そういうファンドのですね、スペシャリティなファンドの利回りなんかも考えたら、いかに皆さんが夢物語のありえない話に踊っていたかっていうのはね、皆さん分かっていただけると思います。ぜひですね、皆さん今後の展開、2度3度4度騙されないためにやるべきこと、そして皆さんがお金が返ってくることはありません。基本的にこういう案件は皆さん、マイニングされた皆さんの独自のイーサリアムとかリップルなんとか忘れた、なんか独自の通貨あると思いますが、これはメインの通貨とは名前が似てますけど全然関係ないものですけど、今までのデータから言えばそれはすぐさま10分の1とか暴落してですね、価値がなくなるということも分かっています。そして皆さん実際は現金がないのでポンジスキームですから返ってくることもないでしょうし、返ってきたとしても弁護士費用など長い時間と労力とですね、実際ですね、取られて何にも返ってこないよって話になります。だから騙されないのが一番なんです。コツコツ地道なことですね。まあ人生は長い、今回のも一つの経験としてですね、次なるステップ皆さんがしっかりやっていただいたらいいと思います。マイニングエクスプレス飛んだというのから第2弾で今日撮影してましたが、撮影してみましたが、第1弾ぜひ見ていただきたいのと同じようなものでビーボですよね。ちょっと違いますけれども、何でしたっけ、ライフコンシェルジュなんかもこれどうなのって言って、これ詐欺じゃないのっていうのを僕例題を出しながらですね、過去の判例も出てるのもありますので、こうなんだよって話で、今日はですね、まあひろゆきさんマイニングエクスプレスで検索してもいいんじゃないですか、オジロージとかいろんな人ですね、経済界で有名な人、インフルエンサーとして有名な人たちも、いやこれ違うよねって話してます。だからいやこれはマイニングエクスプレス復活とか復活じゃないっていう話じゃないんですよと、いやそもそも法律違反ですよねって、金商法特商法ですよね、そしてそもそも彼らが言い訳して大丈夫って言ってる根拠ですね、裁判になったら何年かかるの、彼が持ってる資産が本当だったとしたら返してちゃんちゃんで終わりなのにどうなの、その3兆円という巨額が、ウクライナの国家予算であったり、孫さんや柳井さんやゾゾタウンの前澤さんの、資産と比べてどうか、そして大阪万博の予算と比べてどうか、いかにですね、夢物語でバカな人が騙されるような大きなネタになってませんかということですね。皆さんしっかりとまた勉強していただいたらいかがでしょうか。ぜひですね、マイニングエクスプレスね、1番目のやつと今回の2番目のやつと、そしてビーボなんかもこれに該当する可能性あります。ビーボライフコンシェルジュ、いろんなものですね、似通ったもの僕動画撮ってますんで、ぜひ似通ったものを見て騙されないようにしてください。で、昨日のメッセージがねすごいたくさんいただいてるんですけれども、今度はこの投資案件は詐欺ですか、あ、全部詐欺です。皆さんだから投資案件を皆さんの友達からやってくることはありません。それは金商法で言えないということなんですね。で、金利がすごいよって ありえません。そういうのお金を集めることは許可を得た会社ね、そして人でしかできません。そして金融庁の許可を得るためにはそんな利回りが出ません。これはパート1でもお話してますんで、ぜひですね、マイニングエクスプレスの僕は先日出した動画も合わせてご覧いただけたら幸いです。ぜひですね、追加情報入ってきましたら騙されない、こういう場合っていうのはもう2度目3度目4度目ってずっとやり続けられて、ほんとね、全ての体中の毛をむしり取られるっていうぐらいになりますので、今ほんと皆さん冷静な判断でですね、しっかりと皆さんの財産それ以上投資しないこと、それ以上言ってることに信用しないこと、これが重要ですので、ぜひ皆さんまたですね、ご相談ありましたら直接ですね LINE 公式アカウントの方なんかにまたおっしゃってください。お金は戻ってきません。過去の例から言っても戻ってこないので、詐欺事件ですから皆さんで集団になって集団訴訟ということで、また玉井氏のようにですね1年後とかまたニュースを賑わす事件になるのではないか、今の段階でですねしっかりとですねそう信じてどの頃じゃもう止まってますから、はっきり言って止まってて返せばいいのに返さないという実態が起こってて、全ての数字がおかしいこと、これをしっかり分かって僕に ME が復活したらどうなんですかみたいなつまらないバカな質問はやめてください。はい、また皆さんに追加報告できるのを、頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。